ね、今ね、これも、高田馬場の駅を降りて、今これ神田川沿い歩いてます。おはようございます。写真人です、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、またあの高田馬場、来ました。で、前回ね、調子に乗ってずっと気になる方を歩いてたら東中野の方まで行っちゃって、結局ね、駅の東側へ回れなかったんで、今日もう一度、高田馬場の方で駅の東側の方回っていきたいと思います。で、動画編集してて思ったんですけれども、結構ね、ごほごほ咳が入ってるんですよね、私のね。で、決してその咳っていうのは今流行りのあれではなくて、私あの寒暖差アレルギーっていうアレルギーを持ってまして、要は気温差とかあるところで出ると寒い時にね、咳が出やすくかったり、鼻が詰まったりするもんで、ちょっと耳障りかとは思うんですけれども、ご了承ください。それじゃあこっちがね、東になるんで、こっちの方、行きたいと思うんですけれども、私のチャンネルでは私がいろんな街に出かけて行って、ブラブラ写真撮り合っているところを、動画に撮って、皆さんにご覧いただいているんですけれども、見ていただきたいポイント、企画もんじゃないんでね、毎回毎回これやります、あれやりますっていうのはないんですけれども、まあ、見ていただきたいポイントっていうのがありまして、今日は街の写真撮るっていうと、みんな視覚的にものを捉えて、あれ撮ろう、これ撮ろうっていう風になってると思うんですけど、私の場合は感覚的に全体で、ものを捉えてまして、そういう撮り方をすればね、住宅街であろうがどこであろうが、自分らしい写真が、撮れるようになりますのでね、ぜひこの動画を参考にね、皆さんもそれに、チャレンジしていただけたらなと思います。で、動画内でね、写真を、一応載せてるんですけれども、まあパッパッと時間短く載せてるだけなんで、撮った写真はだいたい 500px っていう写真投稿サイトの方に、掲載してますので、概要欄にリンクありますから、そちらから、ご覧になっていただけたらなと思います。で、もし、この動画いいなと思ったらグッドボタンと、あと毎週動画アップロードしてますので、ぜひはね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではこっち東なんでね、行きます。これが新目白通りで、これ右ですね。で、そこは高戸橋の交差点になります。冬場はやっぱあれだよね、空気が澄んでるから光と影のコントラストが綺麗ですね。ここもね、すごく綺麗。まあ、肩慣らし最初の肩慣らし取っとこう。人がちょうど来てくれるんですよ。今日もいい感じですね。いや、本当ね、人とんので困らなくなってね、最近撮りたいなって、人が来てほしいなと思ったらね、人来てくれるんで、ありがたいですよ。みんな協力的で協力してくれてるのかどうかわからないけど、みんな協力的です。この辺駅ちょっと入れて、これで電車来たら最高やねんけどね、来ないんですよ。電車来ましたね。ええ感じやね。この辺はね、まあちょっとあれか、トラックギリやったなトラックギリでしたねうまく取れたかな自信ないな。めちゃめちゃ工事してるからうるさいんだけどここはかつての商店街って感じだね。こっち左の方が面白そうな通り出るように、あれ通り多分あれですね、駅前の
あれ早稲田通りだっけ、多分そうですよね、早稲田通りね。気になるよな。西早稲田三丁目、あ、ここいいな。車がちょっといなくなってから日がね、日がもろ入るんだけど、まあ、それもまた良しとしましょう。みんなゴーストとかフレアとか気にするけども、入れようによってはね、いい雰囲気が出るんですよ。まあこれは帰って見てみないと分かんないけども、まあ、だからね、あんまり毛嫌いすることはないと思いますよ。自分の場合はね、結構積極的に入れますけどね、こういう時はね。茶屋町通り、今歩いてきたところが茶屋町通りだね。そこまではね、このずっと曲がってこっちが茶屋町通り。ここいいですね、茶屋町通り。こうやって地味に歩くとね、いいとこにね、出会えるんですよ。まあいいと思ってんのは自分だかもしれないけど。ここ西早稲田の交差点。ここまっすぐ。多分この入っていったら早稲田大学ですよね。そうですね、早稲田のね、学校だ。ほら西門商店街ってここ。でもうちょっと商店街続いてんだ。牛めしとか、あっち店あるわ、牛めし屋さん、賛品。こういうとこ美味しくって量もいいよね。よね、賛品。こっち行けんのかな、気になる方行かなかんねんけど、左も気になるしな。ちょっと左行ってみるか、信号渡らへんから。総菜南門通り、あ、ここはまさにそうやね、早稲田に囲まれてる建物に。みんな早稲田。こっちもいい感じやろうけど、いい感じで女の人が来てんけど、多分取り損ねたなと思うのような気がする。この辺、この辺なの？グランド坂通り、グランド坂通り怪しいな。あ、こういう感じで、ね、キッチンミキ、安そう、うまそう、量が多そう。こういう感じ、こういう感じ、昔ながらの。500円だ、ほら。安いじゃん。こういう感じ。こういうとこか。あ、こういうとこね。油学科武蔵野入っていきはるわ。ここも早稲田の駅前ですよ。これ印刷屋さんが多いね、なんかね、さっきからね。この辺ね。
この辺感じいいね。ちょうどあのフォークリストが走ってきて、なんかあの製本所とか印刷所とかあるような雰囲気がいいっすね。この辺もいいね。すげえな、いいね。こっち入れた方がいいな、左側を。ここいいな、雰囲気あるね。また動画撮ってなかった。今日はチューしてたのにな。ごちゃごちゃしてていいね。公園、何公園でしょう。これを取っとかないと。あっちはもう渡ったら遠くなるから。いや、ほんとそろそろ高田のママの方へ向けていかないと。鶴巻町で終わっちゃう。弁天町、弁天町って書いてある。汗が公園、夏目坂通り。あ、でも昼なんでね、ちょうどもうすぐお昼だからすげえ人がいる。早稲田の駅前、受験のシーズンやから、あれか、結構行くのか、みんな。みんな行くもんな。そうか、そうか。まあ、そう、おはぎ。ねえ。いいっすね。いや、今、おはぎ買おうと思って、並んでたら、今頃になって、完売しましたって言われて。なんだよ、なんか貼っといてよ。せっかく買おうかと思って待ってたのに。それはないよな。入っていけそう、いけそうやね。行こう。あ、なんかすげえいい感じやね。西早稲田2丁目ね。雰囲気あるよな。ケーキ屋さんか。ケーキは持って帰れないしな。もう一回ちょっと見させてもらって、こう雰囲気いいのね。こっちか、もうちょっとこっちやね、この辺やね。いけそうね。あ、いけそうやね。こっち行く。
左はあんま気にならないな。右行ったらなんか戻りそうなんだよね。どんどん道細くなるんだけど、迷路のようね。ここなんかいい感じやね。あ、ごめんなさい。いいですいいですいいです。はい。邪魔したらいかんね。驚かしたら。こんなとこ写真撮ってる人いないもんな。これ多分諏訪通りでしょ。じゃあこれ右ね。神社かお寺かもね。なんかこういうなんか造成中って感じ。こっち行く？あ、これ火事になってるね。いいほら、あらあら。あ、ここ渡れるわ。今渡れる、渡ろう。もう駅前か。でも綺麗になってるわ。あ、ちょうど人渡るからいいね。確か裏駅なんですね。まあ、もう先やん、だいぶ。ここ駅なんだけど、なんかちょっと向こう気になるから向こうちょっと見てみる。